皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、高橋隆子流、時間術の極意とは、ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、最近ですね、あのー、まあ、いろいろセッションとかでご質問を受けることですごくテーマが多いのが、こちらの時間術なんですよ。あの私、こちらの一応本書いてるんですけどね、 あの、いつも時間がないと悩むあなたに送る感情時間術っていうことで、あの時間術の本を書いてます。で、その中には私の時間の使い方と考え方っていうのが凝縮されているんですけれども、あの皆さんが私は SNS で見ている状態が、なんであんなにあちこちに行って、で、いろんなことをやって、で、それが全部叶っている状態で、えー、うまくちゃんと 管理できてるっていう、それをどうやってやってるのか知りたいっていうご質問がここ3人ぐらい続いたので、じゃちょっと一回動画撮ろうかなと思って撮ってるっていうのが今回の趣旨です。はい。なので、あの、時間の使い方に悩んでいるあなたとかは、あの、ぜひこちらはあの聞いていただきたい内容になってるかなっていうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では、本題に入ってまいりましょう。えっ、ー、と、まず、あの、時間術。 で、まあ、この本が私の指針になっているんですけれども、一番大きなポイントは何なのかって言ったら、この本のタイトルになっている感情になります。で、時間の管理を感情の切り口からやる人って多分ほぼいないっていうか、私は聞いたことがないです。はい。だけど、紐解いていくと、 すごく皆さん感情によって時間管理がぐだぐだになっちゃってることが多いんですよ。それは私も含めてなんで。であのまずそのポイントを理解した上でどうやって感情を管理,管理時間管理をしているかっていうことをねお伝えしていきます。でまずあのこの、えー、っと感情と時間管理が密接な関係があるって分かったのが皆さんとお話をしていたからなんです。 でどういう話かっていうと例えばセッションとかであの先月の宿題ができたかできてないかっていう時になった時にですねまあ物理的にもちろん忙しいっていうのはあるんですけれどもある一定の方があのやる気にならなくてなんかダラダラしてたら時間が過ぎちゃったみたいな方もいらっしゃるんですよ。 で、このポイントは、やる気にならなくてなんですよね。やる気にならない、つまり、まあ、モチベーションが上がらないっていう言葉で、世間ではよく言われている言葉なんですけど、それによって、やろうと思った計画が、なんだかやる気がないなって言って、やらない。そして、後送りになる。そして、後になる。そして、できなくなるっていう。まあ、そういうケースが非常に多かったので、やっぱり、感情と、 時間管理は切っても切り離せないなと思ったんですよ。あの、この冒頭の方でね。本の冒頭の方でも書いてるんですけれども。手帳って新しい時すごい書くじゃないですか？で、その予定通りにきっちり行った人ってどれぐらいいますか？っていう話なんですよ。難しいんです。なぜならばその自分がその時にその日のその時にどんな感情になってるかっていうのは未来のことってわからないからなんです。 で、この感情コントロールを上手にできると、時間管理もうまくいくんですね。でつまり、そのモチベーションに関係なく、仕事とか予定をこなしていくことができるかっていう話なんですよ。これ結構ね、難しいんです。私だって難しい。どう難しいかっていうと、苦手な仕事、嫌いな仕事っていうのがあるんです。じゃあ、それはどういう仕事かっていうと、あの、単純な作業、えー、っと、 ルーティン的な作業。例えば宛名貼りとかですね。あと、住所入力とか、数字の入力とか。入力されたものを分析したり、えー、戦略を立てるとかは好きなんです。あと、デザインをしたりとかね。あとは、サービス業的な部分で言うと、セッションしたりとか、人と話すこととか、セミナーやるとか、そういうのは大丈夫なんですよ。 だけどすごくそんなに頭を使わなくて右から左でどうにかなるような仕事って苦手なんですよすごく。あの要は楽しいか楽しくないかっていうことで楽しくないから苦手なんですね。ということはですねあの楽しいことだけで一日が済めば相当仕事の効率上がると思いませんか うん、なぜ皆さんが仕事がうまくいかないかっていうと、苦手なことを頑張るときに、その時間の感覚を見誤ることなんですよ。その中に詰め込むね、時間の感覚を。苦手だから時間かかるんですよ。それを考慮して時間組めてないと、途端にスケジュールが崩れていっちゃう。で、思っている予定を詰めすぎちゃってて、そしてうまくいかなくなるみたいな、まあそういう悪循環が繰り返されてしまうんですけれども。 だから大そのうまくいかなくなる要因って感情に起因するところが実は多いっていうのが後で気づいたことだったんです。じゃあどうするのって言ったらさっき言ったみたいに好きな仕事だけやればいいいやとはいえそれ無理ですよねっていう話になります。はいい難ししんですよじゃあ私どうててるかって言っ言たらまず えっと、外注さんとかそれが得意な方にお願いするっていうことを考えて、それを手放そうと思った時に、時給とかが発生します。外注費ですからね。では、じゃあ、それをお願いする、特に私が苦手なことをお願いしてやっていただく。その時給分以上のことを仕事が私が生産性があるものができれば、それでチャラになるじゃないですか。もしかしたらもっと売り上げとかできるかもしれないです。っていう考え方で、 あの渡すのが先だからその時一瞬マイナスになるような気分になると思いますよ。お金出ていくから。それ以上に稼ぐってこのバランスを上手に取れば、まずそこは回避することができるっていうのと、あとは本当にそれはあなたが今やらなくてはいけないことなのかっていう、あのさっきの事務作業みたいな話ではなくて、仕事そのものを ななんととく惰性でやってるとか、誰かの付き合いがあるからしょうがなくやってるとか何か嫌な顔されるの面倒くさいから断らないでやってるとかそういうなんかダラダラ仕事があると速攻によって時間は奪われていくのでそれは楽しいか楽しくないか本当にやりたいかどうかっていうのを考えて切っていくっていうことも時と場合によっては必要になるケースがあります。なので優先順位を決めるっていう時に、 仕事の重要度、あと金額が高いもの、楽しいもの、これが私にとっての最重要項目になります。で、えっ、ー、と、金額は0円とか、別に、あの、楽しいからやるっていうものも入れていきます。で、その時には、ほぼ趣味の領域になるので、稼げない分のものにお金をつ、お金じゃない、時間を使うことになるから、他のお金で稼げる部門でお金を稼ぐようにしていきます。 なので、ここの違いがまず出てくるっていうのがもう一点ですね。で、さらに、あと言うと、さっきのダラッとしてしまうっていう話に近いんですが、5分っていう時間に対する感度が低い方が多いです。例えば、今、あなたが5分あったら何しますぼーっとしてたら5分って終わっちゃいます。まあ、もうちょっと長くて10分とかでもいいです。その10分5分を刻みながら、 短い仕事用の仕事を残しておいてあ、残しておくっていうか、そこにいつもリストアップしておいて、この5分あったらこれやろう。この5分あったらこれやろうっていうのを次々に入れていくことができる人は、結果小さな時間の積み重ねでいろんなタスクをこなしていくことができるんですね。これは、あの、やはり時間を上手に使っている人は皆さんそうしています。はい。あの、私もそうしてます。じゃあ、あの、タカゴさんそんなにね、やっていて、 疲れたり、だらっとすることないんですかって言われるんですけど、だらっとする時間をちゃんと時間に組み入れて、だらっとしてます。<laughs> ここからここの時間はだらっとする時間って言って、2時間とかね。まあ、あとはサックスの練習の時間とかは、あの、そこは確保したいから、そこを組み込んだ状態で仕事の計画を立てるとか、そういう感じにしてるので、自分の人生と、まあ、 やりたいいことにおいて何が重要事項で、だからもちろんお金も大事だしそれがないとそういう自由時間,由時間作れませんからただ最大限に短い時間でパフォーマンスを出すっていう風になるとなんだか付き合いで行ってる飲み会とかなんだか付き合いでやってるあんまり面白くないけど。い やんなきゃいけないかなと思ってる仕事とか、これ優先順位低いんですよ。すごく。でそういう時間使ってないかっていうのをやっぱ断捨離していくっていうことも多分必要で,で、さっき言った5分ですね。メール返信できるでしょうとか、なんなら投稿1個できますからね。1分のリール動画とかそういうんだったら5分もあれば1本できるじゃないですか。そういう感じになっていくので、おそらく うんそのあたりを見直すだけでも1日4時間ぐらい出てくる人多いんですよ。一緒に時間チェックした時に。で、たまに私と一緒に同行して過ごす人とかいるんですけれども、そうすると私の動きが、なんていうのかな、無駄がないっていうか、あの、私新幹線ではね、物かけないんですよ。気持ち悪くなっちゃうから。新幹線ではオーディブル聞くか、 本読むか、寝るか、大体この三つなんです。寝るっていうのは睡眠時間がね、ちょっとね、確保できてない時があると、あの電車の揺れがちょうどよくって。でもそこで寝,寝るっていう時間を確保すると、結構また起きたらバリバリやれるっていうのがあるので、そこはね、結構大きいところではありますね。だから、えっ、ー、と、その極意とはっていうふうに言われれば、まず自分の感情を知る。 好きか嫌いか、やりたいかやりたくないか。だから感情コントロールが一つですね。あと、5分の時間とかを無駄にしないか、二つ目ですね。時間に対する感度を上げるっていうこと。で、三つ目、これも、あのー、結構大,大事なことなんですけれどもあの、余裕の時間を持つバッファって呼んでるんですけど、あの皆さんの予定聞いてて、崩れる方の特徴は、 自分ができると過信して、ギチギチに予定を組んでる場合が多いです。で、私でもずれ込んだりとかする時用に、水曜日と4時間と土曜日に8時間とかっていうのをちょっと組み込んだりして、ずれてきたのをそこで解消するっていうことで、なるべく1週間のうちにずれが大きくならないようにっていうのは努力してます。とはいえですね、突発的にいい感じの仕事とか入ってきちゃう時あるんですよ。そうすると、それを 他のものと組み替えながら、そのバッファーの時間のところでこなしていくっていうのをしないといけないので、そもそも予定はやっぱり8割程度で組んでおくっていうのが、やっぱりいいで、組みすぎちゃう人、それは私も一緒です。組みすぎてしまう方は、もう一度、年に1回ぐらいでいいから、大きく断捨離して、これは本当に自分がやりたいのか、やるべきことなのかって、仕事の整理をするっていう時間を、 取るのは結構大事ですねあの私も年に1回やってますこの仕事いけるかなと思って結構取り組んでみたけど駄目だなっていうふうに思ったらもう撤退とかねはいあの身にならなさそうとかねそれがどんなに時間をかけてやったとしても駄目だなって思ったらあっさり引くっていうここで執着をしてもちろん頑張ってもいいんですけどそれによって必ずしもうまくいくとも限らないので。 そこはね、結構必要事項かなというふうに思います。なので、たまに断捨離もするっていうことですね。だから、一番あの最初に重要なポイントは、感情なんですよ。やりたいかやりたくないか。で、一日がその楽しい感情の時間で埋まってる分には、すごく効率がはかどるんですよ。だから私はお仕事が趣味で、 趣味が仕事でみたいな状態になってるのは仕事としてやってるけどそんなに悲痛な思いでやってないから苦じゃない。まあ逆に言うとちょっと働きすぎちゃうところがあるんですけどね。それはだんだんその嫌だなっていう仕事をどんどん排除していって好きな時間だけでほとんど過ごせるようになってるからそういう状態になってるっていうそんな感じになってます。なのでこの あのー、感情時間術っていうこの考え方は感情から私はコントロールをしているので皆さんがもしもうまくできていないなというふうに思うんだったらまずこの3点を確認してみて整理するでさらにもうちょいあれダメだ,だなっていうふうに思う時にはこの本感情時間術の本を手に取って実際に実践してみるといいんじゃないのかなって。 いうふうに思いますので、はいぜひご参考にしてください。それでは。